はいどうも、フメデオです。今回ですけど、セレボで復活しているフック洗浄チャーム、使っていくんですけども、この粒マジで異常です。はい、まあ、異常の理由はね、この後、ちょっとね喋っていくんだけど、スケジュール見てほしいです。これがですね、はい、スケジュールなんですけど、まあこれがですね、セレボですね、開催中のセレボになってまして、フック洗浄チャームが復活しますよと。これね、まあ2月にも復活してるんすよ。ここで見てくださいよ、これ2月19日までのやつ。しかもなんならこの台、これね見てほしいっす、これ見てほしいっす、見てほしいっすよ。このまあツイッターでも上げたんですけど、 X の方でも上げたんですけど、これね4体も被っちゃってますよ。これおかしくない？もうちょっとねえ、ほら、フック洗浄チャーム、パワフルトリトン王、ハデス、ボックス、フリック、あれ5体やん。あ、ハデスいなかった。1、2、3、4、4体もね、被っちゃってるんでね、ちょっと、もうちょっとね、変えてほしかったよね、っていうところが正直なところで。で、これ、まあ、2月にも復活してましたよ。なんなら、三が日セレボでも復活してましたよね、あなた。ほら、ここに1日目で、ちゃんと復活しちゃってますよね。はい。ということでですね、ここで。で、なんなら三が日セレボといえば、ね、再販もあったんで、はい。今年に入っても4回も復活してると、ちょっと異常です。これは異常です。はい、ということで見てもらったと思うんですけども、やばいっすよね、今年入って4回復活っすよ。ということで、まあ絶賛喉死んでいて風邪なんですけども、まあ、ちょっと聞き取りづらくてね申し訳ないんですけども、はい、やっていきましょうか。まあワンプレイ長いんで1プレイのみでやっていきたいとは思うんですけど、はい、ご用のみで、斜め消去4回やるんだけど、そこでね急消去取れないんで、基本的にはもうボムアイテムがあればいいんですけど、今いけたな、奇跡的に。ごく稀にいけます、ほぼいかないっす。ちなみに言うと、で8チェーンなんで基本は、よしよし、9でも出てない。おい、シャッフル使った方がいいね多分ね。え、なんで今12も出たの、だいつもいなかったよね。たまに太いのが出るんか。はい、ということで、まあ多分8000はいけんちゃいますかねという感じではあるんですけど、いけるかな、怪しくなってきてない？なんかたまに横の消去太くない？たまに。え、全然いかんやん。全然いかんよ。全然なんか8000枚いかなそうなんだけど、こっから頑張れるかな。はい、
さてさて、なかなかきついな。タイボム出てくれ。あ、チェーンで1個出たね。はい、はい、あ、行けそうなところまで戻ってきた。はい、頑張るんだ。モアフィーバーいけるやつだよね。ギリギリ。おい、調整しよう。マジか、8000万行きたかったな、マジで。いや、押した、連打したんだけど、ギリギリ間に合わんかったわ。はい。ということで、なんかもう一回やったら、8000以上は普通に行けそうな雰囲気はあるんですけど、まあ、ちょっと動画もね、長くなってしまうんで、まあ、以上なんですけども、まあ、皆さん、引くんですかね。個人的に全然激アツじゃないんだけど、あの他の方のサムネ見ると激アツというサムネが何個かあったんですけど、全然個人的にはフラワーチャームがね、シンデレラチャームいるんですけど、まあ、言うて5月パイロット出てたから、わざわざ持ってなければ1体確保とかはいいかもしれんけど、言うて性能だけ見たらもう一旦はもうドスルーだよね。パイロット持ってる、基本持ってるだろうし、5月やってた人だったらね、って思ったんですけど、皆さん引くんでしょうか。ぜひコメントで教えてください。はい、ということで、以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。喜びが